ッション、星4。この漫画はガチファッションオタを旦那に持つ別な方向にオタの漫画家の嫁が描いたようなファッション漫画。このガチファッションオタの旦那がしっかりとした審美眼を持っており、ファッションのことをしっかりと理解している人族のオスなので、この漫画で書かれているファッション業界のあるあるだったり、ファッション業界が抱えている問題は正確です。例えば東京ガールズコレクションはビックリマンチョコみたいなものであり、多数の人々は有名モデルを見に来る場であり、ファッションはほとんど誰も見ないだとか、東京コレクションはほとんど似たり寄ったりの真新しさのないコレクションだとか、才能のある子ほど辞めるか海外に出ていくという部分が非常によく描けています。ここからネタバレ。この漫画は典型的な社会に不利益を与えるタイプの服作りの才能のあるサイコパスの表面に騙されて、ファッション業界を本当に愛している人族夫婦が沼にはまっていくというシナリオ。大手ファッション企業が下請けをいじめていたり、それは絶対に表面には出ないだとか、ファッション業界が抱える問題を上手に描けており、そもそも若手ファッションデザイナーが成功したいなら才能云々よりも自己資金か投資家に金を出させる才能がないと成功しないという部分がよく描けており、何よりも少しでも違和感を感じたならすぐに撤退しなければならない、という部分を警告してくれる作品です。ファッションブランドを立ち上げたいと思う人族ならこれ読んで、自分に自己資金があるか？投資家から金を引っ張れるだけの才能があるか？を考えてないならやめた方が無難。そもそもこのサイコパスで人の懐に入ることができる最高の詐欺師ですら難しいので、最高の詐欺師でもないなら余計既存のやり方では不可能なので。